ちゃこんにちは、瀬豊さん、はい、ちょっともうあのクライマックスシリーズのファイナルステージ、うん、セリーグの、はい、終わってから少し時間は経ってしまっているんですけれども、はい、やっぱり思ったのが巨人はリーグ優勝し、DeNA が勝ち抜いていた3位から下克上という形になっていったんですが、はい、16勝8敗なので巨人の方がやっぱりシーズン中も有利だった。なのになぜ、倍勝ってるからね、そうですよね、うん、なぜ DeNA に苦戦し勝ちきれなかったのかっていうことをちょっと紐解いていきたいなと、まあ、振り返りというか、まあ、悔しさもあるとは思うんですけれども、まあでもさ、うん、単純に言えば、うん、巨人の状態は良くなかったよな。それは打つ方ってことですよね、うん、まあ、ピッチャーはある程度頑張ったけども、うん、でも、はい、戸郷が初戦に負ける、はい、攻められないけどな、あの点数ですしね、うん、でも6戦の時も、うん、戸郷が2点リードで2点取られ、うん、で決勝というのは菅野が取られっていう、はい、この2人は負けちゃいけないよね。そうなんですよ、ね、うん、だからそこをやっぱ DeNA は打ち勝ったという、うん、突き破ったっていうところに、まあ、勝算あるし、うん、やっぱこう DeNA の方がやっぱ守備が良かったよ。まあ、ジャイアンツも素晴らしいプレーを連発してたけど、ね、はい、DeNA もほころびがなかったよね、うんうん、だからほころびがなくてしっかりバントやるところをやって、はい、進めるところは進めて、うん、っていう風になってくるとやっぱ DeNA ってもともと力あるんだよ、うん、だからそういうことをシーズン中でもやっとけば逆に優勝してたかもわからないぐらい力はあるんだよ。 DeNA もってことですよね。そうそうそう、だから短期決戦だからといって手法を変えたでしょ、うん、はい、ちょっと采配をちょっといじってきたよね、うん、だからそういう意味ではそれをシーズン中からやっとけば優勝できるのにって思ったよね、うん、そうですよね、多分皆さん思ったと思います、うん、いやただ巨人も状態が悪いながらあそこまでやっぱ粘ってくるっていうのは、うん、やっぱ力はあるよ。そうですよね、だけど本当に苦しかったと思うよ、点が取れないっていうのは、うん、誰一人調子がいい人間がいないんだ、まあ、中山ライトぐらいかな調子が良かったの。あと門脇選手もフォアボールで出たりとか、まあなあ、やっぱポイントにはなってくれた選手だけども、うん、まあ、絶好調とまではいけないよね、うん、あの坂本選手ですらやっぱりへっすらしたりとか、うん、走ったりとか、へすら、はい、久しぶりだな、へすら、へすらしたりとか、いいね、専門用語出てくる、へすら、いや、だから DeNA の方は、うん、第5戦まで不動のオーダーで来たんだよね、はい、まあ、6戦だけちょっといじってきたけど、うん、梶原と桑原を変えたっていう、はい、まあ、そういうところをちょっといじってきたけども、うん、巨人は相当いじったよね。あの外野がね、そうでしたね、でヘルナンデスも宮崎から呼び寄せてっていう、やっぱそこら辺に苦しみはあったよね。あとやっぱり吉川尚輝選手もいなかったというね、うん、だからそこら辺は大きかったと思うよ。そうですよね、うん、あとは例えば、まあ、采配という意味ではその最終戦に戸郷投手なので おそらく大城選手が被るかなって思っていたらそこを岸田選手で、まあ、そうだね、はい、来たりとかいろいろ、まあ、監督や高知人の方の考えもあったのかな、まあ、考えもあるけども、うん、やっぱそこら辺に苦しみがあったよね、うん、うん、だから大城をキャッチャー5番で使ったりとかね、うん、打順に入れるときはしたけど、まあ、結局打てなかったとか、はい、その後ろが打てないから岡本が苦しむとかね、うん、で後ろがいないから、まあ、あの申告敬遠を3回されたのかな岡本選手、1試合で2つ、うんうん、されたとか、だからやっぱり状態が悪かったっていうのが全てだと思うけどね、その状態の悪さの中で DeNA がうまくかわしていったという、うん、まあ、そこら辺は言えると思うんだよね。だから決して点差が離れた試合って1個もないんですよね。そうよ、全て1点差、2点差じゃないですか。だから本当ちょっとしたことだったのかな。いやだからもう阿部監督としたらもう本当苦しかったと思う。で三浦監督っていうのは相手がよく見えてたな、だからそういう意味では、あ、そう、いやだから避けるところはしっかり避けてっていう、そうですよね、うん、で毒用よく満塁にしてまで、うん、次のバッターと勝負いって、うん、まあ、あれも一つのポイントだったと思うけど、牧のファインプレーはな、うん、ポイントだったと思うけども、でもやっぱ避けた、うん、まあ、そこで失点することがなかった、うん、まあ、そういうところがやっぱ三浦監督はしっかり相手が見えてたし、うん、勝ちの方向に向かってたよね。いやだから16勝8敗、逆を言うと8勝16敗の DeNA の戦い方では全くなかったってことですね。いや野球を変えたからね、うん、だからシーズン中とはね、ですよね、うん、だから
そういう意味ではうまくいったよね。いきましたよね。打線がね爆発しなくても勝てたっていうところ、あと投手陣もっていうことですよね。頑張ったな、投手力っていう。いや本当に、うん、K が初戦に来る、はい、イライラしなきゃいいなと思ってたけど、うん、なかなか点が入らない、はい、まあその試合でもストライク取ってあげてもいいようなボールがボールになる、うん、で K もちょっと反応するんだけど、はい、やっぱ自分をよく抑え切ったな、コントロールチームのために、はい、で自分の精神をコントロールできたというかさ、うん、だから好投につながったりだとか、うん、大抜きの入りも良かったね、はい、ものすごく三者三振から入ったからさ、うんうん、だからそういう意味ではなんかこう相手を圧倒するっていうか、うん、大抜きいいよみたいなのをこうバーンと、ね、うんうん、張ったりかましたしね、はい、すごく良かったなと思うし、うん、そうだな、あと浜ちゃんかな、浜ちゃんも今シーズンピカイチでしたね、本当ね、うん、まあ、だけど、まあ、その試合にはね勝つことはできなかったけども、うん、まあ、だけど良かったしな、ゲームを崩すこともなく、うん、逆に締めていったっていうかな、そうですよね、まあ、そういうことも良かったし、うん、巨人のピッチャー陣はあのファイナルステージでは悪くはなかったですか。いや良かったのはケラーが良かったな。ケラーね、あー、やっぱこう流れが完全に向こうに引っ掛けるところを出てきて、うん、オースティン宮崎かな、パンパーンと三振取って帰った時に流れを引き込んだっていうね、うん、いうこともあるし、だからケラーは良かったけど大勢もそんなにいいとは思わないし、うん、まあ、バルドナード、まあ、フォアボール出さなかったらっていうのがあったけど、そうですね、まあ、まあ結局はゼロに抑えてればいるけどね、うん、まあ、そのやっぱ流れが悪くなったりだとか、うん、山崎よりが良かったな。そうですね、うんうん、立ち上がりからどうなるかなと思ったら抜群だったけど、お声もな、あのミスというか、うん、あれで、まあ、交代を余儀なくされたけども、うん、でも山崎も良かったし、いやピッチャー陣は本当に頑張ってたと思うよ。ということはやっぱバッター陣、まあ、そうだ。あとは言われてるのがやっぱりこのシーズン終わってからファイナルステージ戦うまでの試合の間が長すぎると。やっぱね、それはね、多分ね技術がないからだろうな。ああ、まだやっぱチームは若いよ、うん、まあ、浅野でもそうだし、うん、まあ、素晴らしい選手には将来的にはなると思うけども、まだ19歳で試合感がなくて、はい、ポッと使われてもさ、うん、まあ、あれだけのプレッシャーがあるし、やっぱ自分が機能してないっていうのも分かるしね、うん、でお声もやっぱこう使われるけど、そんなに技術が高い方ではないしね、うん、で、あのシーズン通してスタメンでずっとだったわけでもないですからね、まあ、ないからね、うん、だから、まあ、そこら辺はやっぱジャイアンツは苦しかったと思うよ。そうか、うん、でもシーズン16勝8敗 DeNA にできてたの、これはなんでなんですかね。いやだからまあその時に状態がどうだったかっていうことだよね、うん、そこになってくるんですね、うん、だから DeNA もさ、うん、力がないわけじゃない、うん、ジャイアンツと互角には戦える力はあったけども、うん、まあ、その時にどうだったのかっていうこともあるし、うん、まあ、菅野戸郷ばっかり当たったのかとかさ、はい、まあ、そういうこともあるだろうし、でこっちのピッチャーが誰だったのかっていうこともあるし、うん、それはね時の運として、はい、まあ、偏りが出てくるっていうことは確かにあるんだよね、うんうんうん、だけど短期決戦だとさ、はい、分からないじゃない。分からないですね、一つの流れで変わりますもんね。だからロッテと日本か、はい、18勝6敗だよ、うんうん、佐々木朗希が投げたら、はい、その18勝6敗が全くイーブン以上に感じたっていうね。そうでした、ね、ただ終わってみれば結局18勝6敗の成績通りにはなったんだけどさ、うんうん、それはね、やっぱ状態があまりにもジャイアンツが悪すぎた、入りがそこにはまっちゃったんですね。それと吉川がいなかったっていうのがどれだけ痛かったかっていうことだよね。そうですよね、うん、確かに。あの DeNA はシーズン後半で山本雄大捕手を欠いてしまって、うん、もうこれどうなるかと思ったら、うん、やっぱり戸柱選手という素晴らしい選手が、まあ、救世主が現れたよな。ただ吉川尚輝選手のその同じような代わりをする選手はいなかった。いやだから中山ライトが最終的には7番ぐらい打ってたけども、うん、やっぱ7番の代わりはいるんだよ、はい、でもね3番の代わりはなかなかいないよそのチームに。そうか、うん、だから最初3番とかでね、うん、スタートしたけども、うん、それはなかなか難しい。
戸柱選手があそこでバッとはまって MVP まで取っていったのとちょっとまた全然違うっていう感じなんですかね、巨人は。いや、それは全然違う。だから山本雄大って、まあ、キャッチャーとしては優秀だけど、まあ、バッターとしてもすごくね、貢献度があったけども、でもそこまで打線に入った時に頼りにされるバッターじゃない、他がしっかりしてるから、分かる、だから、まあ、例えば6番打ったり7番打ったりとかでも戸柱でも十分カバーができるぐらいの考え方なんだよね、だけど吉川の3番って、まあ、2番でもそうだったんだけど、つなぐとか勝負強さとか、まあ、守備ももちろんそうだけど、やっぱ吉川の代わりはいなかったな。7番に入れた中山はバッティングではすごく貢献はしたけども、やっぱ3番を打ち切れなかったというところが、やっぱまだこれから成長してもらわなきゃ困るところだな。そうですね、まあ、よくやったけどね。そうですね、よくやったけど、やっぱりまだまだ若い選手の技術的なものっていうのは低かったよね。そうですね、だから坂本とかね、やっぱ同じように間隔が空いてシーズンもやっぱこう先発で出たり休んだりとかしてるけど、ああいう試合でやっぱ存在感示すじゃない、だからそこがベテランだよな。ですね、そこが技術なんだよ。はい、それから阿部監督が坂本選手は後半に必要な選手だから、必要だからって言ってたってこと、そこなんですよね。そうだな、だからやっぱまだまだ技術が足りないっていうことだよ。そうなんですね、まあ、岸田もねシーズン中はいいところに打ったりとかいろいろしてたけど、キャッチャーがどれだけ大変かっていうのは分かったと思うんだよ。もうね、打席に立ちたくなかったと思うよ本人は。もう頭リードでいっぱいだったと思うよ。でもその中でもスクイズを決めたいだとか、それ一生懸命やってたけどね、だけど結局ノーヒットでしょ、だからどれだけやっぱり技術が必要か、ね、精神的なタフさが必要なのか、だと思う。そうなんですね、だから DeNA の方はやっぱこうタイトルホルダーで優勝しなくても、でもタイトル取るってやっぱ競り合ってるでしょ、他と、そこを取り切るっていうのもさ、やっぱ精神的に強くないと取り切れないから、だからまあそういうところっていうのはやっぱ選手の成熟度が違う。確かに巨人の選手はそうですね、タイトルホルダーがそうですよね、いないというか、まあ、岡本選手ぐらいですよ。その岡本が申告敬遠で歩かされるわけよ。そう、もういなくなっちゃう。誰もいないわけよ。そうですね、それはちょっともう違いますね。だからもう阿部監督の中ではね、やっぱもう祈るしかなかったと思う、頼むから打ってくれって、でもやっぱりね、正直に技術っていうのは出る。いますね、だからやっぱこう阿部監督がね400本以上打った、まあ、スラッガーだったから、まあ、どうやって技術をね教えていくかっていうのはこれからの楽しみだな。そうですよね、ファイナルステージで戦った、ああいったところからじゃあ我々には何が必要なんだということから、もうあの試合が終わってすぐに出たのが甲斐選手、大山選手を巨人が獲得調査へというふうな記事が出されました。2020年以来4年ぶりに巨人が FA 戦線に本格的に本腰入れるということなんですけど、まあ、梶谷選手と井上選手以来ということになりますけど、まあ、その以後にも実は、ね、上がってはいるんですよね、名前は。上がってはいるけどこう森友哉選手とか、だからそっちには行きたくないとかな、バリバリやりたいとかね、そういうことだったんだろうけども、なので今年は結構資金も出しますよっていう、その本腰を入れてのっていう意味なのかもしれないですけど、これ大山選手、阪神の、そして、ソフトバンクの甲斐選手、キャッチャー、そして4番、ここを行きたいというふうに巨人は考える。まあ、そりゃそうだけど、なかなか難しいな。いろんな兼ね合いはあると思うんですけど、本当ね、ただ甲斐がソフトバンクから離れるなんていうのは、ちょっと想像つかないけどね。確かに想像つかない。分からないよ、分からないけど、俺の想像の中ではつかない、まあ、大山は少しあるかなとは思うけども、これもなんか分からない。ただそのキャッチャーと4番を取りに行くっていうことは、今巨人の現状、ここが欲しい、足りてないんだよっていう表れなんですか。足りてないっていうよりも大城が出るんじゃないかっていう予想のもとじゃない。それを覚悟で、戸郷と岸田を組ませたと思うんだよ。
最後あはなんかこう、いやそれ、ね、辻褄が合ってくるっていう、いや俺ね選手だったら、うん、そこで使ってくれない、まあ確かに打つだけかと、うん、俺は打たなかったらキャッチャーとしてはダメなのかというふうに考えるよね、はい、そうですよね、ということは生きていくにはキャッチャーというよりは打つしかないのかって、うん、これだけキャッチャーが好きなのに、うん、で阿部監督もやっぱね英断だったと思うよ、あの最後の試合、うん、誰で行くかっていうのは、はい、それは大城っていうのが 50% 以上あったと思うんだよ、うん、でも岸田にしたっていうのはそれの覚悟を持ってしたと思うんだよね、うん、そうか、だからここら辺は16勝8敗というよりも FA 戦線に響いてくるかなっていうような気がしますよね、ということはやっぱそれは大城選手が手を挙げて出ていくんじゃないかということを、いやもう出ていっても仕方ないという併用したということで、そうですよね、傭兵か傭兵、うんうんうん、ということはじゃあ甲斐選手を取りに行く、もし手を挙げたらっていうのもこれはおそらく行くんじゃないかと、 いやそれはもう足りないからね、そうですよね、ただある記事によるともう全力で球団として大城選手残留の方向で話し合い持ってきますみたいなのも、そんな誠意としてはそう言うよね、言いますよね、いろいろありますからね、プラスアルファ大山選手も欲しいとなん、何でも根こそぎ欲しいんだよ結局それはやっぱ打撃という意味ですか、打線、いやそれは打線だろうな、いやこのままだと本当ね投手陣が疲弊するですね、誰も打ってくれないってなっちゃいますもん、今だとやっぱりそのいわゆるスラッガーと言われてるのは岡本選手のみと考えるわけですか、まあそうだな、うん、だから坂本も振るっていうわけにもいかないしね、うん、まあ長野もそうだし、うん、ああいう技術屋っていうのはやっぱそのもういないからね、そうですよね、まあ岡本しか、そうなんですよ、まあ吉川か、吉川がいてくれると、うん、まあ2人っていうことになるけど、うん、あとはやっぱりこれからの選手が多いからね、はい、うん、だからまあ門分けにしたってまだ2年目だったし、うん、これからの成長度っていうのがね期待されるけど、うん、まあ浅野もそうだよね、はい、それを考えるとやっぱ手は打ちたいな、そうですよね、あとはやっぱファイナルステージで見てどうしても岡本選手さえ進行敬遠すれば抑えられるっていう風になってしまう、その打撃っていう部分でのもうちょっと厚みを持して、まあ、問題点があるな、うん、が出てきてしまいましたよね、まあ、ヘルナンデスとかね怪我明けでね、うん、俺は打つと思ったんだけど、うん、結局打てなかったですよね、まあ、安倍監督も同じように信用したんだと思うけど、はい、まあもうしょうがないな、こればっかりはそうですね、安倍監督は手打ってたと思うけどな、うん、ちゃんとね、そうですよね、まあね巨人シーズンのね最後にちょっとバイオリズムとしても、そして、うん、まあ怪我人が出てしまったっていうこともそうですし、まあ、そうだな、なんかいろいろこうちょっと来シーズン課題が残るファイナルステージでの戦いだったから、まあ、残念だったけどね、まあでも明確じゃない、打てば勝てるという、うん、そういうことですよね、うん、そうだね、ということはやっぱり来シーズンは打撃の方をさらにより重視していくんじゃないか、まあそうだね、ただやっぱり質がいるな、そうですね、そこにはやっぱこう何でもかんでも振り合いっていうもんじゃないし、うん、やっぱり勝負どころでね、はい、打たなきゃいけないし、うん、だからそこにはどういうふうに考えるか、うん、まあ、そういうことが大事だよな、そうですね、はい。